YouTube ライブを始めたいと思います。で、今日は何日かというと、これね、2021年9月11日土曜日。あ、花山さんが来てる。くれて北海道、今日なんかニュースで北海道1時間に80ミリとか言って雨が降ったとか
ヤフーのニュースで出とったけどさ、80ミリいったらすごい土砂降りだ。まあ北海道っても広いからな、すごい広いの北海道もうなんていうかな、東海三県と東京首都圏合わせたぐらいの面積あるの、すごい広いだから北海道ってさ、あの見るとこはあるよ、それは見るとこはいろいろあるけど、そのこことここを見とここ見ましょうなんていう時にすごい遠いの、移動時間だけでさもう終わっちゃうな、時間がかかるって、まあ、そういうことで今日はね、今日はあの昨日のね、昨日夜8時ぐらいから寝たもんだからさ、その名古屋の高速道路の下でね、あのいわゆる野宿ってやつ、ほんで寝たんだけど8時ぐらいに、ほんでまあそんだからさ、朝方の3時かな、3時に目が覚めちゃってさ、もうどうしようかなと思ってさ、でちょっと待ってね、船山さんが札幌市も暑く26度ありました、あそうか暑かったか、それで朝3時ぐらいに目が覚めちゃったので、もうこれはもうどうしようもないで、まあ、とにかくこの千種の方向に向かって歩いていきましょうと思って、でまあ夜中、朝方だな、朝方歩き始めた、うん、ほんで栄のね、この間までね、あの金のシャチホコね、名古屋城の一番上にある金のシャチホコが地上に下ろされて展示 してたわけ、うん、それは誰でも見れたんだけど、そこの、コンビニでバナナ買って、バナナを買って食べて、で、ちょっと歩いたら中区役所があるかな。で、中区役所に、なんていうかな、長椅子みたいなものがあるんだ。まあ、そうです。あの、いつもはそこに座っとるんだけど、いろんな人が座っとるんだけど、まあ、こんな時間だからさ、誰もいなかった。で、まあ、そこで、とにかくまたしばらく寝て、もう寝れたんだ。ちょうど涼しくてね、ちょうどいいかも。で、それから朝、6時ぐらいかな、その頃から歩いてまた千種駅に行って、これがまあ多分40分ぐらいだわ。で、そこで、またそうそう、コンビニに入って、しばらくそこにおったと、こういうこと。まあそんな感じで。で、まあ、昨日は、この高速道路の下で寝とったらね、まあ、農宿だかな。そしたら夜の12時ぐらいにね、まあ、見た感じ25か、25か27、8ぐらいの男の人がね、前も来たことあるんだけど、要はね、その、そういう生活保護を受けてる人とかね、それから、まあ、まあ、そういうその、路上で生活しとる人を、うちに入居したら、いいですよと。だから、うちにも、まあ、アパートみたいなとかあると思うんだけど、そこに、来てくださいということを言いに来るんだ。これね、どういう人か知らんよ。どういう人か知らんけど、要するに貧困ビジネスだというのがあるわけだから、生活保護の、人をこの施設に入れてね、でそのまあ生活保護だから金がある程度入ってくるから、それからまあピンハネっていうかその、まあ、ほとんど取り上げちゃうんだけど、まあそういうビジネスがあるもんで、そういう人だと思うんだ。でね、それ聞こうと思ったの。そしたらね、こいつは変なやつだなと思ってね、スーッとね、次よそどこか行っちゃった。まあ、でも多分それと、それから今日はね、昼間
10時ぐらいまでは雨が降っとったわ。で、まあいいやと思って、それで朝、まあ昼かな、昼ぐらいね、洗濯したの。結構量があったの、今日はね。で、洗濯して、まあ干したんだけど、まあなんとか乾いたな、なんとか。うん、それから昼に、初めてね、これ初めて、生まれて初めてだと思うんだけど、食べたことはあるんだけど、切り干し大根を煮たと。で、まあね、切り干し大根は安いものなんだけど、でね、まずどうやって煮るんかなと思う。まあね、このスマホで調べればよかったんだけど、まあ、水に戻してさ、で、まあ、普通の煮物の形でいいだろうと思って、それやったんだけど、まあ、初めてにしては、まあまあの、出来上がりでした、これ。切り干し大根。まあ、いいなと思って。ただ、まあ、ちょっと反省としてはね、だしの素ってあるじゃない。だしの素は。薄めて、うどんの汁にするとか、薄めてそばの汁にするとかっていう、かつおの味出しとかさ、まあ、なんかいろんな名前で売っとるんだけど、その、だしの素をね、ちょっと入れないかんなと思っとったね。入れないかんなと思っとったけど、入れるの忘れちゃったんですよ。だけどね、ちょっとまあ、それからね、やっぱりね、あれ、油揚げをね、入れた方がいいなと思って。油揚げがやっぱり入った方がいい。入っとった方がいいなと思った。うん。それでまあ、それがこの、どうだ。ね。千切り大根じゃない。切り干し大根を煮ました。で、その反省。まあ、また、まだね、あるんですよ。まだ、切り干し大根、干したやつね。あれ、水で戻して、で、またやればいいから、またね、来週ぐらいにやろうかなと思ってんだけど、あれもね、いっぺんやると大体、それはうまくいかんわな。なんだって初めて作るっていうものはね、うまくいかん。でもね、大体自分の経験で言うとね、3回ぐらい作るとね、うまくなる。そういうもんなんだ。だからいろいろやってみて、こう、修正していくわけね。うん、それから、昨日ね、片付けの仕事に行ったんだけど、ぬいぐるみの、まあ、人形みたいなものを一つもらってきました。もらってきましたって言ったって。別にいくらでもそんなようなものがあるから、それ持ってきたって言ったわけなんだけどさ、これちょっとね、手が入るから、これいいなと思って、これね。これなんだろうな、これ。これ、中日ドラゴンズのマークだよな、これ。だから、これいいなと思って、これね。うん、で、こう、これ、使い方もあるね。口もパクパクするしさ。それから手も動くし、ちょっといいなと思って。で、これがなんだろうな、この頭のこれ。鶏のトサカみたいな感じだよね。ちょっと待って、これをね、もらってきた。まあ、これいいなと思ってね。これ、今度は露店に持ってってね、まあ、子供が来たらこれで、あ、こんにちはって、皆さんお安くしておきますから買ってくださいね、とか言ってこうやってね、やるとね、子供が喜ぶと思うんだ。子供ってどうなるんだ、こういうもん喜ぶ。不思議な話だけど、手が動くし、で、口も動くし、うん、いいなと思ってね。まあ、それで今度、こいつを、露店に持ってって、ちょっと子供を引きつけると、こういう、まあ、こういう話、ちょっと待って。船山さんが切り干し大根、美味しいです。うん、だからね、味なんだ。味でね、その、砂糖と醤油と、それから、あ、みりんを入れたわ。みりんを入れた。で、それに、プラス、その、だしの部分をもうちょっと入れないか。で、あとは、まあ、肉をちょっとと、人参と、
それからちくわとかね、あればちくわとかね、それからやっぱりね、あれは入れた方がいいなと思いましたね。油揚げ、そうそう、油揚げは厚揚げでもいいよ。ああいうものをね、豆腐でもいいんだけど、入れた方がいいなと思った今日。まあそれはできてからの話だよね。はい、それからこれね、今日はちょっと朝ね、まあ3時から起きて、まあブラブラしてんだけど、そこでちょっと考えて、文章をね、ビットコインはなんで値上がりするかって、まあビットコインだけじゃなくて、仮想通貨全体だけどね、まあ、全体ってことないな。まあ上位10種類ぐらいだな。それはなんで値上がりするかというような文章をね、書いたっていうか、スマホで作ったんだけどね。で、Facebook に載せた。これちょっと自分ではちょっと結構いいなと思ったんだけど。でね、まあ一回作ったから文章を。で、それをね、まあ他のところに保存してあるわけ。その文章が長いね。結構長い。それで、時々ね、あれに、Facebook とかね、それからなんか興味のある人の LINE に送ろうと思って、時々ね。まあ何回も読んでもらいたいということなんだけどね、簡単に言えば。それでね、今日は結構、その朝、なぜビットコインは上がるかと、こういうね、上がらざるを得ないかってことだな。ビットコインとか、イーサリアムとか、エイダとかね、それからリップルとか、そういうようなものなんだけどね。そういう仮想通貨がなんで上がらないか、上がらざるを得ないかということをね、文章を書いた。そういうことも。それから、まあこのね、まあ自分としてはそのギターで、まああんまり上手じゃないけど歌っとるわけね、歌を。だけど、まあ大体やっぱり歌を増やしていかないかも。昭和の曲だからね、増やしていく。それで、まあ昭和のヒット曲を増やす方向なんだ。増やす。それで、ちょっと今、リストアップ中か。これをやろうというね、ノートに書いてあるんだ。昭和のヒット曲ね、こういう曲、こういう。ただね、問題は、どういうコードかというね、この抑えれるコード出ないといかんわけだわ。もうそんなね、とんでもない難しいコードじゃ、歌はよくても、まあ、慣れたコードが出てきとる曲しかダメだいうことなの。だから、ちょっと見てね、インターネットで見ると出てくるんで、どういうコードが、その曲はコードになっとるかってことだね。で、それ見て、まあ、大体ね、いけるコードだったらいいんだ、それは。それはいいんだけど。やってみねばわからんねん、それは。やってみんことにはわからんと。だからこういう歌でも。遠くどこまでも遠く流れる川で出かかる空にあなたの想い今日も待ってます。欲しい人よ、私は歌う専門の言葉で願いを込めて、遠い人と話しの恋のように、どれだけ待てばいいのですか、届かぬ愛を二人の
らぬか可愛い夢を乗せて流れてこの歌の中でちょっと自分としては苦手なコードっていうのはこれね一つ B7 ってやつ、それからあと、あとはね、あとあこれこれこれなんだこれあの F のシャープ7って言うんだけどさ、これちょっときついきついじゃん。でこれがねパッパッと変わってくんだね。なんでかっていうと二人の定め知らぬかは淡い夢乗せてここでね流れてこの手の変わり方がさ、まあ、できんことはないんだけどさ、ちょっとそういうのが出てくるとねこれちょっとなと思う。でもやっとるうちにできるようになる不思議なもんで、ちょっとね、山さんが和音の組み合わせ大事ですね、コード。おう、だからね、あの、これな、ちょっと変だなと思っとってもね、やっとるうちにうまくできてね、で、そのやっぱりその歌のメロディーとね、その、合うとね、なんか嬉しいな。嬉しい。そういうことはある。だから、初めからね、決めつけてこれダメだなんていうふうにせずにさ、一応やってみるって大事なことだね。そういうことは思うね。でこれもこの広い野原フォークの、 あのフォーク系の歌はね、いわゆる。これはね、ええんだわ。なんでかっていうとね、歌っとる人がフォーク歌手だから、うん、そのギターを弾きながら歌うとか、そういうことやってるから、このコードの進行がね、こうスムーズにいくようにやってるんだ。作っとる始めた。だからね、あの、いい。それから、これはね、こいつも、まあ、この曲もね、最初ね、ちょっとどうかなと思って、ちょっと難しい、できんかなと思って、やっとるうちにできるようになった。できるって言ったって、みんなから見たら、それはお前できたことになってないよ、ということかもしれないけど、まあ、自分としてはさ、このぐらいならいいだろうと思って。
北海道で歌うのが一番いい曲だなと思う。ちょっと待って、コード押さえが悪いと音がそうなんで、やっぱりねギュッと押さえなきゃ近だから、この指が痛くなるね。指が痛くなる、このギュッと押さんとね、ビビるね。ビビると音がねやっぱり濁ってくる。なんか作詞作曲と同じ人ってやつね、そういう曲はね落ちなべてコードが少ないね、それはいいなと思って、それからあとなんだと、いやちょっと今日の話どうなったの、あそう今日の、まあいいわ、それでまあちょっと話は終わらないかん。明日はね久しぶり、もうほぼ10年ぶりぐらい、明日はヨットレースに参加します。これは。あるヨットクラブのレースが明日日曜日であるって言って、そこに、参加します。久しぶりです。もうね、まあ、だいたいヨットに乗るっていうのが本当に10年以上だな。15年ぶりぐらいかもしれんな。まあ、そのぐらいです。まあ、だけど、ちょっと天気はいいんだけど、どうかな、台風が近づいてるときにどうかなと思うんだけど、まあ多分いいと思うけど、ああそうか、こういう歌もあったな、そう、こんな歌もあったって、いやだけどその歌い始めてさ、
いや、これはダメだって挫折した曲もある、たくさん、それはたくさんある。歌い始めたことは始めたけど、もう挫折、そういうのもある。だけど、まあ、やっとるうちに何とか形になってきたとかいうのも、それは多いけどね。ヨットが、ヨット難しいですね。風を読む。いや、そんなものは、それはね、ヨットのオーナーさんがやるんだよ。オーナーさんがやるんだから。もうね、たまに行った人間なんかね、おもりです。結局、このヨットがこっち、こう、ね、こう、硬いで、どっちにか、どっちかに傾くの。ヨットっていうのは、水平じゃないの。ヨット、傾くの。だから、その硬いってこっちに乗るわけだ。で、今度こっち行ったらこっち移動してこっちに乗る。要するに、重り。重りになる。明日は、ちょっと待って。シモン・マサト。そうそう。これ、シモン・マサト。結構これヒットした、この曲は。泳げ大役。泳げ大役。それからね、これも、ちょっと練習せなきゃな、ね、これこういう曲、これもちょっと練習せなきゃな。ああ赤い夕日が校舎を染めて、高校の時これ歌っとったの教室で。ちょっと待って、船山さん400万枚売り上げ、それどの話で、泳げ大役くんか、あれは売れたとこいう子供が買ったんだよ、ね、子供がお母さんに買ってって言うから、あの買ってくれた。まあそれからまあそんなもんか、いつもやってるんだね。まあやっぱりこれで終わるか、まあ今日は。私は今日まで生きてみました。時には誰かの力をお借りて、時には誰かにしがみついて、
私は今日まで生きていました。そして今私は思っています。明日からも こうして生きていくだろうと、ね、これ吉田拓郎みたいな。お疲れ様でした。まあそういうことで、この弾き方でレコードやるとかね。回った移動した仕比べほど忙しいものはない。出会いの時の君のようです。ためらいがちかけた言葉驚いたように振り向く君に季節が頬を染めて過ぎていきました。こんなような弾き方もあった。よし、まあそういうことで今日は終わろう。まあキリないから、キリがない。明日はだから多分明日はヨットレース遅くしか帰ってこないんで、ライブはできんかもしれない明日はな。ちょっと遠いでさ、海だからなんせ。ちょっとそれで、ちょっと待ってね。船山さんがお疲れ様でしたって書いてくれて。で、船山さんが布施明。そうだな、布施明。今もう歌っとるじゃない、布施明。確かに歌っとる。現役だよ。はい。それでは皆さん、またやりますので来てください。お願いします。